楽屋の声聞こえてきたで、今日は宇垣ちゃんに会いに来たよって言うはずないじゃん、言うはずないじゃない、言うはずないじゃないですか、楽屋近いから聞こえてた。宮迫さん宮来たって言ってました。おい、ちなみに宮迫さん宇垣アナとはレギュラーで仕事やってましたよ。ありがとうございます、ありがとうございます。早い話早いですよ、パイプありました。今日はぐっすり眠れそう。